1>, 1月10日にニューアルバム、ザ・バイブスをリリースし、2月からは大阪、福岡、愛知、東京をめぐる4大ドームツアー、VVS を開催するなど、勢いを加速させているストーンズ。1月5日には2年ぶりに、ザ・ファースト・テイクに登場し、そのパワフルなパフォーマンスが話題となった。そこで本記事では、ストーンズのアーティストとしての魅力にスポットを当てたい。2020年1月22日にスノーマンと共に、両 A 面シングル、 イミテーションレイン DD で同時デビューを果たし、昨年はアリーナツアー、完性の法則を成功させるなど、アイドルとして着実にステップアップを続けている SixTONES。デビュー曲を吉木がプロデュースしたことでも話題を呼んだ彼らだが、昨年放送されたメンバーの森本慎太郎出演のドラマ、だが情熱はある日本テレビ系の主題歌。 ここからの MV が1億回以上 YouTube で再生2024年1月29日現在されるなど、一組のアーティストとしても存在感を発揮している。そんな彼らの魅力が特に光ったのが、一発撮りパフォーマンスを鮮明に切り取る YouTube チャンネルとして人気を博している、TheFirstTake への出演ではないだろうか。s t o n e s は同チャンネルに2022年1月に初登場すると、ImitationRain と Everlasting の2曲を披露。 そのハイレベルなパフォーマンスに対して、コメント欄には、マイク一本で勝負できるのは歌唱力の高さの証拠、全員の声が素晴らしい、変幻自在で何歌っても最高などの絶賛の声が寄せられた。ストーンズは所属事務所のアーティストの中で、同チャンネルに初めて出演した先駆け的な存在とも言えるが、メンバーの田中樹は過去テレビ番組に出演した際のインタビューで、披露したパフォーマンスについて、音楽は変わらず。 僕たちが愛情を注いだ分だけお客さんに届いて、それで喜んでもらえるっていうことを、よりこのご時世の中で実感した歌って踊ることが僕たちの本業なんだなっていうのを改めて再認識したところはありますねと話しており、一発撮りパフォーマンスに挑戦したこととその反響の大きさが、彼らのグループとしての自信につながったことがうかがえる。そんなストーンズは、1月5日には、ザファーストテイクンに2年ぶりに登場を果たすと、こっからを熱唱。 グルーヴ感あふれる雰囲気の中、縦横無尽なマイクリレーを交えたエネルギッシュなパフォーマンスを見せ、大きな話題を集めた。また、同月17日には、気だるいバンドサウンドとラップで失恋の痛みを体現したミクスチャーロックナンバー、君がいないを歌唱する動画もアップされ、こちらにも、一気に心つかまれた、鳥肌立ちまくりといった声が上がっている。近年ではメンバーそれぞれがバラエティ番組やドラマ映画などで活躍しており、 そういった個人活動もグループを勢いづけている印象だが、その音楽性もまた、SixTONES の強みだと言えるだろう。唯一無二の魅力で、2024年も飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せてくれそうな SixTONES。ザファーストテイクでも進化した姿を見せた彼らだが、2月からのドームツアーで経験を積み、さらに大きなグループへと成長していきそうだ。